ポルテは、トヨタ自動車が製造、販売していた、トールワゴン。生産は、初代は、ダイハツ工業京都工場、二代目は、トヨタ自動車東日本東富士工場が、担当していた。ラウムに続くトヨタのユニバーサルデザイン第二弾となる、モデル。助手席側のドアに、大型の電動スライドドアを採用し、同時に、助手席の前後スライド量を大きく取り、 フロア高を 300mm と低くして乗降性を高めた。それゆえに小型車ながらウェルキャブのベース車両として採用されている。運転席、側ドアは通常の前ヒンジドア、インパネはセンターメーターレイアウト。プラットフォームはビッツ系の NBC プラットフォームが使用された。前述の低床フロアの関係上、発売当初は 駆動方式は FF モデルのみの設定で 4WD モデルは設定されていなかったが2005年12月の一部改良時に追加設定されたプチバンと呼ばれるスライドドアや広い室内空間といったミニバン的要素を持つコンパクトカーの日本国内需要の高まりを受けトヨタのプチバンとして初のフルモデルチェンジを実施合わせてポルテを取り扱わないカローラ店 ネッツ店向けに、姉妹車のスペードを発表、発売したため、実質的なトヨタ4系列前転扱い車種となった。トヨペット転扱いの車両は、形式の末尾に、が入る。特徴である大開口ワイヤレス電動スライドドアや、低床フロアを継承しつつ、2WD 車は、フラットフロア化したことでより優れた、乗降性を実現。 運転席側のヒンジドアには新たに後席にも設けられ、後席へのアクセスをしやすくした。助手席側の B ピラーには、子供の身長が測れるメモリがついている。助手席は、前後 700mm とスライド量を多く取り、一部グレードに、クッションチップアップ機構付け6、4分割加藤式シートを採用した。買い物フック、助手席、アッパーボックス、運転席。 アッパートレートを運転席から手の届く場所に収納スペースを確保し使い勝手を高めた。運転席、側ドアミラーの位置をドアパネルに移動しフロントピラーをスリム化することで左右斜め前方の視界を確保し最小回転半径を4.6メートルに小さくしたことで取り回しも良くした。デザインには直線と円弧を組み合わせたシンプルな超円形モチーフ。 スクエアオーバルを随所に取り入れ、内装は、オートエアコンのヒーターコントロールパネルや、運転席、代わりアドアポケット等の室内アイテムを、リビングルームにある家具や雑貨をイメージしてデザインした、ことで、リビング感覚の心地よい室内空間を演出した。継続設定される、サイドアクセス車は、仙台と異なり助手席の背後の座席が、使用不可となるため、乗車定員は3名となる。 ポルテとは、フランス語で、扉の意味。ただし、綴り字読みであり、フランス語での発音はポルトが近い。フランス語で、ポルテと発音する場合、ポルテや、ポーターなどがある。ちなみに、同じポルテでも、マセラティ・クアトロ・ポルテのポルテはイタリア語の扉、または門を意味する、ポルタの複数形。東京地区では、2019年4月の直販会社の統合により、 トヨタモビリティ東京へ移行され、旧トヨタ東京カローラ店舗と、旧ネッツトヨタ東京店舗でも取り扱いを開始した。他、カローラ店系列のトヨタ西東京カローラ、ネッツ店系列のネッツトヨタトートと、ネッツトヨタタマでも取り扱われるようになり、姉妹車のスペイドとの併売となった。ありがとうございます。